怪しまれてるわ。やばすげえ、危ない危ない危ない、ちょっと待って、ビーコンに飛びすぎている。あのビーコン2つしかない、ビーコンめっちゃ使っちゃった。えどうも、皆さんそばです。ということで、今回もスプラトゥーンやっていきましょう。という、今回もね、スプラトゥーンクレンボー、スペシャルあり、ビーコンありのルールでやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。まずは、高橋のやつ。高橋のやつでやっていこうかなと思います。ということですね。まず、僕からお見せやっていきますよ。なんかね、目痛。待って、めっちゃ目が痛くて。最近さ、僕、なんか目に傷が入ってるかわかんないけどさ、目がすごい痛いんだよね。なんか、あくびしたらさ、涙出るじゃん。その涙が目に染みるんだよね。もうやばくない？一番の敵は自分みたいな、そういうとこありますからね。まあ、で、ガチホコなんか奪ってんな。しっかりと奪ってって。これさ、あれこのマップってさ、ガチホコをホコ台乗せたらさ、変わるんだっけ、まあ、とりあえず動かしてる系かな、とりあえず動かしてる系イカちゃんですかね、これ。さあ、このマップ結構高低差がありますからね。上も下もね、見ながら、ちょっと全員キル目指してやっていこうかなと思います。じゃあ、ゲーム開始まで待っていきましょうか。3、2、1。いけ！まず初手スペシャルでいくわ。はい、今回ね、この、マニューバーコラボ使っていきますよ。これね、スペシャルがね、ウルトラ着地、なんかいるわ、怖い、あ、こいつマジで、ちょっと、そこ見てるか覚えたよ、そこ。もう顔覚えました、君の。あ、いるわ、ほら。飛んだでしょ？はい、飛んだ瞬間すぐ倒す。いきますよ。はい、さよなら、はい、で、ちょっと待って、うわ、見失った、あ、いた、え、近くね、舐めとるな。はい、ちょ、くっそ、うわ、もう翻弄され、嫌なんですけど、やだ、ここです。危ねえ、黒キャット調子に乗ってると痛めますよ。調子乗ってたらね、痛めますかね。はい、僕が最強ということでいきますよ。うわ、焦ったわ。でも1分も時間使っちゃったわ。もうどこ乗ったか分かんないよ。もういたし、ちょっと危ねえ危ねえ、何だったんだ今の、叫んじゃっていたしって。今普通になんか保護色だったよね。危なっ。あと残り1分41秒、まずい。これ見つけたいね。これ角っこ、あっ、この辺、うわぁ、もう結構なんか今回の参加者さ、なんか、異端児多くない？なんか、変な場所で隠れてるくない？みんな。さあ、見ていくぞ。あと残り2人。どう、いた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 、お、危ねえ危ねえ危ねえ、 S&M226。なんか見たことあるこの数字の番号。なんだっけ S&M226 って。とりあえず塗っていくぞ。この辺いる？ここいそうじゃないか。いたわ！おいおいおい。強すぎないですか？サワさん、スナキャン見つけていきます。ありがとうございました。うわ、いいですね。今回もちょっと久しぶりにちょ危ない。いじめないで。いじめ。今回もね、ちょっと全員キルしちゃいました。久しぶりのスプラトゥーンクラブもあったけど、ありがとうございます。ちょっと待って、やばい。僕、スプラかくれんぼのプロかつ、逃げのプロでもあるので、はい。逃げ上手のサバさんなんでね。逃げろ。ちょっと待って。殺意高すぎだろ。やばい、いじめた、こんなの。こんなのいじめたよ。やばい。さあ、2回戦目やっていきましょう。なめろう金属ですね。今回これやりたくて、僕さ、なめろう金属新しくやってから一度もさ、やってないんだよ。どんな感じで変わったのかわかんなくて。あの、改修工事が始まってからもう2週間くらい経つんだけどね。なんか真ん中に、なんかインク塗れる場所ができたんだよね。あ、そう、これ。今回ここに隠れるのさ、強くないんじゃないかと思って。これさ、まず割るじゃん。割ってさ、ここ。え、どうすか？ここ。弱いかな？どう思いますか？ガン虫だね。いや、どうしよう、これさ、これ、ガチホコさ、ホコ台に入れとくか、一度。それいいよね。一度入れといた方がいい気がするな。一度ホコ台に入れたら、多分鬼側のリスポーン地点もいけるなと思うんだよね。よいしょ。入れました。はい。そしたら、こっから行けなくなってる。え、これいけるんだっけ？あ、いけ、ちょ、待って、キャラコンが終わってる。いけない？あ、いけない、もしかして。あ、いけなくなったんだ、これ、鬼ヶのリスポーン地点に。これ、階層入って。はっ！あ、いけないわ。いや、ダメだ。僕のキャラコンが悪いのか分かんないけど、いけないな。待って、これ、ゲーム始まるわ。これさ、もう、あっちにガチホコ置いておいて、ここに隠れる。これ、どうですか？これ。うわー、これでも結構、サイズでかいな、濡れる場所。これ結構怪しすぎるな。待って、ビーコン全然落ちなかったんだけど、今回ね、スーパージャンプ短縮持ってきたから、もう危なかったらすぐ逃げよう。今回ここに来れていきます。さあ、鬼さんやっぱ早速ね、ガチ方向のバリア割ってきましたね。鬼さん、クローズアップ使ってんの？え、クローズアップ珍しくない？だってさ、ジュースだもんね、だってスペシャル。あんまジュースどうなんだろうね。なんか、インクの回復とか、あ、やばい！ちょっと待って、やばい！戻ってくる！やばい！大丈夫これ。
やばいこれ、そうか戻ってくるんだ割れたら。やばいちょっと待って、あやばい、やられた一人、これどうしよう、大丈夫かこれ。僕さ、これガチ方向を膨らませられたらさ、弾き飛ばされるんじゃないかこれ。でもこれワンチャンいける、ワンチャンいますか。やぶみさん、さあスペシャル使っている、真ん中打ってきた。いや、やっぴ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 、耐えれる、耐えた耐えた、ちょっと危ねえ、危ねえ、怖い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 、ちょっと喉壊した、喉壊します、今やばい、これうまく逃げれるか、いけた、怪しまれてるわ、やばすげえ、危ない危ない危ない、ちょっと待って、ビーコンに飛びすぎている、あのビーコン2つしかない、ビーコンめっちゃ使っちゃった、え、わあわあ、うまうますぎる、めっちゃうまいんだけど待って待って9番ボムの扱い方うますぎない、今さ時間止まったんだけど、もう9番ボムが見えた瞬間もうめちゃめちゃびっくりなっていや、うまくない、もう MVP スキルでしょ今の9番ボム、神9番ボムじゃん。さああと残りカフェ1107と砂肝2人残ってる。いや砂肝美味しいんだよね、僕ね焼き鳥砂肝好きなんだよね、もう瓶にさ砂肝と肉詰めて電子レンジ、あーやられた待って、砂肝話してる場合じゃない、カフェやられたわ。いや電子レンジでそれをね、あのなんか7分くらいでチンするとね、あの美味しくなるんですよ。いやーおすすめですよ、これ砂肝、いや大丈夫かこれ、お砂肝、砂肝やるね、え完全にこれ塗り残し、これ砂肝、おみさん向こう行っちゃったよもう。さあおみさん、まあ、結構いい感じ塗ってるけど、で真ん中ちょっと濡れてないから、おみさん真ん中の方警戒してるんだろうな。さあ残り23秒、ちょっと待って、どこに隠れるか見ていいか、あーそこすごいね、完全に塗り残したねこれえそれは確かに、そこ結構ちょっとむずそうだねこれ、塗り忘れそうな場所に隠れてるな、しっかりわやるな。いやーでも今回鬼さんのねキーワンモムが強かった、これ待って待って、暴走してる暴走してる暴走してる、いや延長すな延長すな延長すな、終わりだからちょ延長すな、さようならさようなら、あちょちょちょっと危ねえ、暴走止めれてよかった、スマホどっかいとこあったな。はい、ということで今回もスパルタンクラブもしてみました。いやーキーワンモムめっちゃうまかったなあれ叫んじゃったもんガチで。いやでも今回はね新しくなったメロキノイでクレームボやってみたわけなんですけども、いやーうまくいかなかったね。だから普通にねカフェがくれたあそこのね あのポールの場所、あそこも結構良かった、なんか色がオレンジ色だったからさ分かんなかったけど、まあ分かったね、うんインクの色がオレンジだったらワンチャンねあるよこれっていう感じだったね、まあ、僕は見つけたんですけど、いや面白いクレームショットなカフェの。はい、ということで、この動画面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターの方でね、スパルタンクラブ参加者募集してますので、僕もツイッターフォローしてチェックしてくれると嬉しいです。それではまた見てください。それでは、バイバイ。